今回は11月30日まで開催中、モレヤマシールラリーをご紹介します。町内のお店3つ店舗を回ってシールを集めて応募すると、モレヤマ町で使える共通の商品券が当たるという人気のシールラリーが第4回目となりました。今回もとっても素敵な3件をご紹介します。それでは早速行ってきます。やってきたのは八高線モロ駅徒歩2分にあるこちら山屋さんに来ました。何ゆずみん、山屋さんといえばいつも新茶の上り旗だったり美味しそうなものが掲示されているよねって。一体どんなものがお店には並んでいるんでしょうか。それでは早速行ってきます。楽しみだね。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。お邪魔します。はい、よいしょ。早速ですが、はい、こちらのお店山屋さんというふうに書いてあるんですけど、はい、何のお店になりますか。お茶でしょう、海苔でしょう、お菓子。お茶だけじゃなくて海苔もお菓子もあるんですね。はいはい、そうです。せっかくですからちょっとおすすめの商品などいろいろ教えてください。はい、まずはおすすめっていうと、はい、そのね、お海苔が本当は新海苔をまた売れるんですけれど、新海苔っていうのが12月の半ば過ぎに出るやつなのね。はい、それはとてもいいと思うんですけど、新海苔って意外と食べたことない人が多いんじゃないかな。はい、海苔に新海苔っていうのもあるんですよ、取れる時期が。お茶屋さんなのかなってっきり思ってたら海苔もある。お海苔と大体一緒ですよね、お茶と海苔って。そうなんですね。うん、こちらにあるのが柿醤油。柿醤油、これもよく出ます。一つが500円なんですけど。そして待ってください、ここにすごい看板見ちゃった。それはお茶の先生をしてます。そうなんですか。はい、知らなかった。もうだってね、そう長いよ。山屋さんはそのお茶もあるし茶道もやってらっしゃって、この教室っていうのは教室もしてた。教室もしております。今でもしてます。本当ですか。どんな風にどこでやってるんですか。ここの2階でもやってるし、あとはちょっと滝の入りにもちょっとあってそこでもやります。またあの新茶と書いてある通りお茶についてもちょっと商品教えてください。はい、お茶はいろいろとありまして、お煎茶と玄米茶とほうじ茶と、あとはこういう粉茶みたいな普通にこうちっちゃいスプーンがついてて一つ入れて普通にお湯をさせばお茶になる。じゃあもうお家にあるマグカップに入れて、そう一つ入れてそれでお湯をさしてのいただけちゃう。簡単。簡単なのよ。これもよく出ます。またもう店内にはお茶に合うようなお菓子も並んでますね。そうこれはどなたセレクトでこう選んでらっしゃるんですか。私です。はい、あとねすごいやっぱりのポスターにもあったから、このわらび餅がね何回見ても本当に美味しそうで、美味しいんだよ。でもよく冷やして、で、あの外側にきな粉と黒糖がほら入ってるから、それをかけていただくっていう感じ。美味しそう。美味しいよ。もうお茶受けにバッチリのものがいっぱい並びます ね。そう美味しいお茶とお菓子と、そして香ばしい海苔、また新海苔、新海苔が本当はいいよ ね。あとはでもそれはもう12月の半ば過ぎでないと出ない。はい、すごい今日勉強になって楽しかったね。いやいや、とんでもない。じゃあ早速ちょっとレジとお会計をしたいのでいいですか。私、はい、あの今のり口がのりになっちゃったので、はい、あのこの教えてもらったおすすめの、500円です。とあと粉茶じゃないのよ、もみ茶だよって言った。はい、はい、500円と600円。はい、シールラリーのいいところはこうやって来てみたかったなって、お店に気軽に行けるきっかけになるのがいいですね。はい、山屋さんのところでシールをゲットしました。はい、ありがとうございました。やってきたのは諸山町役場すぐそばにあるこちらゆずの木薬局さんです。ゆずみ、お薬の処方箋の受付の他にもなんとコストコ商品も販売しているんだよって。楽しみ。それでは早速行ってきます。楽しみだね。
それではご紹介しましょう。ゆずの木薬局広報の下田さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、こちらのゆずの木薬局さん、いつ頃オープンしたんでしょうか？はい、1985年創業で今年で39年目になります。すごい、地元に根付いた薬局さんになるんですね。こちらではどんな薬局になりますか？こちらでは処方箋を受け付ける調剤薬局として、全国どこの医療機関からの処方箋も受け付けております。調剤メインでやってますが、一般用医薬品、健康食品、生活雑貨などの取り扱いもございます。お買い物でもぜひお越しください。処方箋以外にも健康相談、お薬の相談などお気軽にお立ち寄りください。はい、さあ、こちらのゆずの木薬局、お薬関連の他にも何かできることなんかあったりするんでしょうか？はい、こちらは地域密着の薬局を目指しております。実店舗である強みを生かして、患者さん一人一人の相談を聞き取り、今服用している薬の飲み合わせなど問題がないか確認して、患者さんに寄り添った市販薬など販売も行っております。またちょっとコストコから距離もありますので、コストコの再販商品を取り扱って、ちょっと気軽に寄ってもらえたらなと思う薬局を作っております。すごい、お薬だけじゃなく日常用品であったり、コストコさんの再販を並べてくださったりと、ちょっと薬局プラスアルファで楽しいを発信してくださる薬局さんなんですね。ありがとうございます。今日はこちらのゆずの木薬局さんに一体どんなものが並ぶのか、この後たっぷりとルームツアーのようにご紹介していきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速店内ツアーよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずこちらが調剤室になります。病院からの処方箋を受け付けて調剤をしております。最近では処方箋の薬を速やかに受け取れるように LINE による処方箋の受付サービスを開始しております。また在宅医療にも力を入れております。在宅で療養なさる患者様やそのご家族のお役に立てるように努めていきたいと思います。さあ、そして向かっていくのが、はい、横は調剤室を通り過ぎていって、はい、こちらは何の販売エリアでしょうか？こちらはマスクや絆創膏などの衛生用品のコーナーになります。はい、怪我をした患者さんとか、はい、骨折をしたり怪我によって固定が必要な場合などのサポーターを取り揃えております。あとは女性用、男性用の生理用品やおむつ、また赤ちゃんのおむつやお尻拭きなど取り揃えております。調剤されているその処方箋で作ってもらって待っているちょっとした間にお買い物も兼ねられるって、具合が悪い時には本当に助かるんじゃないでしょうか、皆さんに。はい、ありがとうございます。ペーパー類もあるんですね。そうですね、はい、こちらは生活雑貨でトイレットペーパーやキッチンペーパーなどのペーパーを取り扱っております。で、最近ではリクエストが多かったコストコのキッチンペーパーやトイレットペーパーなどを最近は取り扱うようになりました。コンパクトの中にもかなり充実した商品数ですね。はい、素晴らしい。そしてお薬のところならではのゼリー商品や飲み物もあるんですね。はい、飲みづらいお薬などはこういう服薬補助のグッズも揃っておりますので、 お気軽にご相談ください。はい、あとオブラートももちろんございますので、苦い薬だったりとか飲みづらい粉薬を飲んでいる場合にはこういうものもよく使えます。さあ、続いて中行ってみましょう。はい、今度は少し華やかな食べ物ゾーンと、はい、こちらはお菓子、はい、食品コーナーですね。はい、あと病院から薬局に来た時にちょっと疲れている時にこうパンを買って食べたりとか、座ってお茶を飲んで休憩してもらうような感じで、こういう手軽に食べれるものも準備してございます。最近では、はい、この低糖質クロワッサンなど健康を意識した商品も大変人気で、よくリクエストをもらいます。はい、よくリクエストというふうに言葉が出るんですけど、はい、割とリクエストは柔軟に聞いてもらえるんですか、そんなに？はい、コストコの商品など欲しいなと思う商品がありましたら、リクエストお気軽にお申し付けください。はい、今日たくさん出たこの後コストコ商品を順番にご紹介していきたいと思います。はいはい、コストコ再販商品というここドドンという、はい、出ておりますが、今回コストコの商品を取り扱い始めたそのきっかけなんかもあれば教えてください。はい、
全国各地にコストコの再販店があり非常ににぎわっているとテレビの特集で知り、ゆずの木薬局でもコストコ商品を取り扱うようになりました。はい、本当にお客様に寄り添ってリクエストもできるだけ聞いていこうというのがすごく伝わりました。ぜひコストコ商品皆様リクエストしてみてください。私は早速個包装になっているマスクを買いたいと思います。お願いします。はい、マスク1点ですね。はい、ありがとうございます。でここに貼って、はい、2つ目集まりました。それでは最後にカメラに向かってメッセージをお願いします。はい、ゆずの木薬局では一人でも多くの方がかかりつけ薬局として選んでお店に足を運んでいただけるように日々サービスを充実させております。最近では処方箋のネット受付も始まりました。コストコ商品の販売も少しずつ始まりました。地域の方にまた来たいなと思っていただけるような薬局を目指しますので、ぜひ一度ご来店いただければと思います。お待ちしております。はい、地元に寄り添うゆずの木薬局、皆さんぜひご利用ください。お待ちしています。やってきたのは武州長瀬駅より徒歩5分、フィオアラウンジ夢一輪さんにやってきました。何ゆずみん、ラウンジといってもお昼からランチタイムカラオケができるとっても楽しいお店なんだよって。楽しみ。それでは早速行ってきます。3軒目。それではご紹介しましょう。夢一輪の並木さんです。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。嬉しい。こちらのお店はいつ頃から始められたんでしょうか。当店は、これでここのお店で諸山町で4軒目なんです。へ、最初は武蔵野霊園の前で、はい、本当の目の前で始めたんです。はい、それから今そこにセブンイレブンがありますよね。はいはい、そこのセブンイレブンが3階建てのビルだった時があるんです。はいはいはい、そこの2階で10年やったんです。それでそこのオーナーが、はい、ここはカラオケボックスにするので下に店舗作るから下に移ってほしいっていうんで、下のに平屋建てのお店にそこへ移って、6、7年やったのかな。うん、その後そこももう廃止にするので、うん、ということで、そこでもう私もお店を辞めようと思ったんです本当は。うん、そしたらいつも来てる常連さんがここのお店を紹介してくれたんですよ。ここのそれでじゃあもう少しやるかってやってもう15年経つんです。すごい。地元にじゃあこう居づいてこうくださって今ここにオープンされたんですね。もうね、亡くなっちゃった方なんですけれど、はい、その方がここを紹介してくれてここに移ったんです。じゃあこちらのこのお店どんなことができるかを教えてください。はい、月曜火曜日はフリーのお客さんなんです。はい、あとはね、はい、全部貸し切りなんです。へえ、人気。水曜日だけはねちょっとお休みしてるんですけどね。それ以外は木金土は全部貸し切り予約で全部決まってるんです。一応私は全部送迎してますので。はい、嬉しいじゃないですか。みんなで飲めて、そうです、みんなで歌える。ええ、最高。もうそういう感じ。昼間は、はい、お酒飲む方はほとんどいらっしゃらないですね。え、それどういうことですか。だからお茶とか、はい、コーヒーとか飲むんです。あとはなんか食べたりとかですか。そうです。あとはああいう食事をして。昼からオケに近い感じ。だから昼カラオケですよね。ただそれでお食事ができるランチカラオケ付きって感じやってるんです。で夜は、はい、土曜と日曜のみしか今営業してないんです。はい、それは完全に本当夜の営業です。女の子もいますし。はい、わあ、じゃあ昼も夜も楽しめるお店。昨日もやってましたですから。いいなあ。今日は早速こちらのお店でできること、食べられるものをご紹介していきます。よろしくお願いします。というわけで早速お昼のメニューをちょっと特別にご用意いただきましたが、はい、こちら普段のランチメニューということでよろしいでしょうか。はい、そういうことです。はい、小鉢本当美味しそうで、これ手作りですか。全部そうです。さあ早速こちら今日ご用意いただいたメニューいただきたいと思います。はい、いただきます。どうぞ。いや、もう本当に最初に目について食べたいと思ったのはこちら
お酒に絶対合うだろうし、お酒持ってきましょうか。あ、誘い上手なのもたまりません。いただきます。どうぞ。大丈夫、理想が全部詰まった味です。甘酸っぱくて面白い。内緒だけどビール持ってきようか少し。もう素敵なお姉様のささやきがあってやっぱりこういうトークも楽しいのがお店のいいところですね、うん、やっぱりそうよね。楽しくしないと、うん、いつも私怒られてるよね。バカなことばっか言ってるから。こちらのお店、常にあの今後こうしていきたいという思いはどんな思いがありますか。そうですね、あの私ね、美人薄目って言うでしょ、はい、だからもう多分すぐ死んじゃうかもしれないから、思い切ってねやれるだけやろうかなと思ってるんですけれど、どうでしょう。もう早く美人薄命なので、皆さん早く来ないといつ亡くなってしまうかじゃ分からないということですね。そうです、はい、皆様お早めにお越しください。ありがとうございました。本当にそうなんですよ。並木さん、今日は美味しいランチありがとうございました。とんでもないです。もう本当にあんなもんで申し訳ないです。皆さんもぜひ美味しいお昼のランチとカラオケお楽しみください。今回3つ3店舗揃いましたので、住所と名前を書いて、その後はこちらにお願いいたします。はい、こちらの抽選ボックスに入れて応募が完了です、はい、ですというわけでピュアラウンジ夢一輪さん、本日はお付き合いいただきありがとうございました。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、最後にあのカメラに向かって改めて営業の日時と内容をお願いします。はい、月曜と火曜はあのランチカラオケのみとなります。それと土曜と日曜は昼からももちろんやりますし、夜の営業もしていますので、あの皆さんよろしかったらお越しくださいませ。ありがとうございます。はい、おいしいお昼のカラオケランチ、夜はたっぷりとムードのある素敵なこちらのピュアラウンジ夢一輪さんをご紹介しました。皆さんのご来店をお待ちしています。お待ちしております。楽しい。